第17章固めの帰還。御引き宿りの東の坂道を一匹の猫が疲れたように登ってきた。それを最初に見つけたのは池のそばのコブだらけの木に寝そべっていた歌い猫だった。歌い猫はうっすら目を開くと枝から垂らした白い尻尾を風にそよぐすすきの穂のようにゆらゆらと振り始めた。かすかに震えるあのひげは確かに塞がる左目でわずかに知らるる灰色の春けき旅の戻り猫。歌い猫はそこで耳の後ろを爪でかき次の言葉を探すように斜め上を見上げた。まばゆい太陽の光が枝葉を貫いて幾筋も降り注いでいた。くたびれてくびれくたばる夏の日にさかさか登るさかしらの猫。歌い猫はつぶやくようにその言葉を口にすると満足したように目を閉じた。歌い猫の歌を聞いていたのは御引き宿りのじいさまがいると占い猫のじいさんだけだった。ぐったりと暑い夏の午後に七つか松かの猫はすべて日陰で眠っていた。じいさまガエルは池で、占い猫のじいさんは石の祠の陰でうとうとしていたが、ぐっすり眠り込んではいなかった。じいさまガエルも占い猫のじいさんも、やがて訪れるだろう二度と目覚めることのない長い眠りを考えて、おちおち眠っている気にはなれなかった。長い眠りの前に少しでも余計この世界の空気を吸い変わった出来事にぶつかり生きている喜びを味わいたいと思っていた。しかし草も木も土も熱い息を吐き続けてぐったりしていた。目覚めているものはせかせか行進する見慣れたアリくらいだった。うんざりしたじいさまガエルは死んだように水面を漂い自分が落ち葉の一枚になったような惨めな気分になっていた。占い猫のじいさんもまた干からびた虫のように石の祠に体を押し付けていた。歌い猫の歌は一つの事件だった。灰色のくたびれた猫が坂道を上がってくる。じいさまガエルはその言葉を聞いただけでそわそわし始めた。ぎろりと目を向くと自分が水すましになったかのように生温かい水をかいて泳ぎ始めた。占い猫のじいさんも耳とひげをピンと張り、やがて姿を現す猫の動きを少しでも見落とすまいとした。御引き宿りの池のそばまでやっとたどり着いた固めは、水面に顔を近づけると、しぶきを飛ばしながら水を飲んだ。いやあ、じいさまガエルは何気ないふりで声をかけた。誰かと思えば、あんたじゃないか。あんたの旅はどうじゃった。わしもな、もう少し若ければあんたのお供をしたじゃろうに。それでどうだった、何かこううまいもん食いなさったかね。あしゃ昔あんたのように旅に出た時でかいクマンバチを飲み込んだことがあるが、あのチクチクする舌触りは忘れられんな。固めは水を飲み終わると舌の先で鼻の頭を舐めた。それから初めてじいさまガエルに気づいたように尻尾を軽く一つ振った。しかしじいさまガエルがいそいそと水際まで泳ぎ寄った時、片目はもう歩き出していた。おいあんた、失礼じゃないか。わしが声をかけとるのにあんたは返事もせん。それでこの世の中が通ると思っておるのか。おいあんた、こや待て泥棒猫。わしの親切な言葉だけ取り寄って、お前それで済むと思っておるのか。じいさまガエルは池から這い上がると今にも泣きそうな顔で喉袋を震わせた。ふん、何だい虎猫め。わしはな、旅なんか腐るほどしているんだぞ。珍しくない。じいさまガエルは足元の草をかきむしった。じいさまガエルは旅に出たことがなかった。御引き宿りで生まれ御引き宿りで育った。遠い昔、まだ背中に苔もシミもこびりついていない頃、
一度だけ旅に出ようと思ったことがあった。固めの登ってきた東の坂道をじいさまガエルはひょいひょいと跳ねて下ろうとした。日本足の大きい生き物がやってきて、いきなりじいさまガエルをつまみ上げた。後ろ足の自由を失い、じいさまガエルは逆さに垂れ下がった。次にはぐるぐる振り回された。その後じいさまガエルは石つぶてのように空中に放り出された。オンビキヤドリの池の中へ音高く突入したとき、じいさまガエルは気を失っていた。やがて白い腹を見せて水面に浮かんだ。小さなアブがじいさまガエルの腹の上を歩き回らなければそのまま長い眠りについたはずだった。腹の上にくすぐったさを感じてじいさまガエルは目を開いた。いきなり体を沈めると空中に舞い上がろうとするアブをじいさまガエルは飲み込んだ。そんなことがあってからじいさまガエルは二度と池を離れようとはしなかった。目を閉じて水面に漂うことでじいさまガエルは老年期を迎えた。時々広々した空中を石つぶてのように飛んだ日のことを思い出した。それが素晴らしい出来事だったように思える時があった。しかしじいさまガエルをつまみ上げて空高く放る者はもう誰もいなかった。今は誰もいないが、やがてそういう生き物が現れるだろうとじいさまガエルは考えていた。希望を捨てるには若すぎる。じいさまガエルはいつも思った。たとえ固めの猫がじいさまガエルを無視したとしても、誰かがいつかやってくる。じいさまガエルはそう思うことによって腹立たしさと寂しさを紛らわした。ドボンと池に飛び込むと、もう一度枯葉に戻った。占い猫のじいさんは固めが近づいてきたとき薄目を開けた。固めは足を引きずるようにして歩いていた。ひげにも耳にも尻尾にも足にも乾いた泥や草の切れ端がこびりついていた。それは固めが道一つない木立の間をくぐり抜けてきたことを物語っていた。ギラギラ光る右目には怒りや苛立ちや疲れの色があふれかえり、占い猫のじいさんをぎょっとさせた。固めが赤ゲラ伏せ子で危険な目にあったことは一目で読み取れた。固め万歳。占い猫のじいさんはそう言って自分の体をすりつけていくところを想像した。そうしたら固めも嬉しそうに喉を鳴らすだろうと思った。しかし占い猫のじいさんは薄目を閉じると眠ったふりを続けた。どうしてこのわしが固め万歳を言わねばならぬ。もしわしが固めが戻ってきたぞと触れて回ってみろ。この丘のバカな猫どもはアリかミツバチみたいにぞろぞろブンブン集まってくるじゃろう。そして固めどうだったかとか、無事だったか固めなどと、まるで昼寝も忘れて心配していたような言葉をかけるじゃろう。ああやだね、やだやだ。どうして固めだけがそんなに注目されねばならんのじゃ。このわしだって同じ猫なんじゃぞ。それなのにちょこっと赤ゲラ伏せ子を言っただけで固め固めとやつだけが騒がれる。やだね、わしは何も固めの旗持ちをする必要はないんじゃ。占い猫のじいさんはわざとかすかないびきをかいた。片目は占い猫のじいさんのそばで立ち止まった。右目のまぶたを引きつらせると占い猫のじいさんをじっと見た。占い猫のじいさんの耳の先とひげの先が思い出したようにひくひく震えた。じいさん。片目は尻尾の先で占い猫のじいさんの脇腹をくすぐった。占い猫のじいさんはくるりと寝返りを打つと前足の間に頭を抱え込んでしまった。何がじいさんだ。わしだってお前のように冒険旅行に出たことがあるんじゃ。何もできんよぼよぼの猫扱いをせんでくれ。占い猫のじいさんは自分がいつも理解されないできた猫だと思っていた。日本足の飼い猫だった子供の時代、すでにその不幸は始まっていた。日本足の家の裏庭の靴脱ぎのそばに占い猫のじいさん専用の食器が置いてあった。朝昼晩そこに日本足が残り飯を入れてくれた。鰹節と味噌汁の混じった冷たいご飯を占い猫のじいさんは嫌いではなかった。ガツガツと口の中に飲み込むと粗い飯粒が喉を通り抜けるのが分かった。歯の間に挟まる鰹節の感触は舌の先でこそぎ落とす楽しみと結びついていた。日本足は何人もいたが、裏庭は別として家の中へは自由に出入りさせてくれなかった。
その家にもらわれていて数日が経った時、突然垣根をくぐり抜けて一匹の黒猫が入り込んできた。黒猫ははじめ遠慮するように食器のそばまで来た。占い猫のじいさんはほんの少しだけうなりかけてみた。しかしその猫は占い猫のじいさんの3倍の大きさはあり、いくらうなり声を上げても退散しなかった。少しだけならと占い猫のじいさんは考えた。少しだけなら食わしてやろう。黒猫は占い猫のじいさんに尻尾を振ると飯の残りをガツガツ食った。何日か経った時、黒猫は自分に与えられた食い物のように占い猫のじいさんの食い物を口に入れるようになっていた。そして次の日、垣根をくぐってきたのは黒猫だけではなかった。5匹の子猫と1匹の母猫が黒猫の後ろについて侵入してきた。占い猫のじいさんが食器を守ろうとすると黒猫が鋭い歯をむき出した。朝昼晩食事時になると黒猫は占い猫のじいさんを庭の片隅に追い込んだ。一度二本足に訴えようとして鳴き声を上げたら、黒猫に引きちぎれるほど耳を噛みつかれた。二本足はそのことを全く知らなかった。占い猫のじいさんをよく食う猫だと感心した。しかし占い猫のじいさんは飯粒一つ口に入れない日が続いた。空腹のあまり鳴き声を上げると二本足に蹴飛ばされた。そして靴脱ぎの角で頭を打った。野良猫時代はそれからすぐに始まった。いろいろなことがあったが、結局それぞれの縄張りを作る猫たちに占い猫のじいさんのやったことは本当らしく嘘をつくことだった。お前さんの目を見ていると何かが見えるね。黒くてもやもやした煙のようなものだ。そうだ、これはお前さんの今考えていることだよ。お前さんは私を見て縄張り荒らしじゃないかと思っているね。当たり前の話だね。どんな気のいい猫だって見知らぬ猫にはそういう警戒をするものだよ。ただね、お前さんのその目の中の色、それだけじゃないね。言葉でうまく説明できないけれど、とても優しい光が漂っている。占い猫のじいさんは自分の言葉に酔うことができた。嘘や出まかせを口にしているのに、何度も同じことを繰り返していると真っ先に自分でその言葉を信じるようになった。お前さんは本当は心のあったかい猫だ。そう、お前さんの毛並みのようにふかふかして柔らかい、そんな思いやりに満ちた猫だね。私にはわかるんだ。お前さんは私を見てこの猫は宿なし猫で気の毒だと思っている。どうしてこの猫はこう惨めなのかと同情している。そう、お前さんは私を追い出そうとする代わりに私を助けてやってもいいと考えている。嘘じゃないよ。お前さんの目の中にチカチカ光るものは親切な猫だけが持っている素晴らしい印だ。私はお前さんのような猫を初めて見た。私は今追い出されてもお前さんに出会っただけでとても幸せだよ。世の中にはいろいろと意地の悪い猫が多いけれど、お前さんのような猫も存在するんだと知っただけで明日は生きていく張り合いがあるよ。相手の猫はこの言葉ですぐに追い払うことをしなくなった。少しだけならな。相手の猫は言った。少しだけならここにいていいぜ。占い猫のじいさんはそうして少しだけではなく、いつまでも相手が占い猫のじいさんの厚かましさにげんなりしてどこかへ行ってしまうまで人の縄張りに住み込むようになった。これはどこか黒猫のやり方に似ていた。占い猫のじいさんはその意味で黒猫に感謝してもよかったのかもしれない。しかしこうしたやり口を繰り返すうちに、占い猫のじいさんをあいつは騙し猫だというものが増えてきた。どうしてわしが好き好んで他の猫を騙すかね。わしはこうしなければ生きていけないから生きるために努力しているのじゃないか。どの猫もわしのことを分かってくれない。占い猫のじいさんは町の野良猫に非難され追い立てられた時、悔しくてバリバリとひげをかきむしった。それから七つか松かに流れ込んだ。やっとこさん猫らしい暮らしをしようと思ったら、誰も相手にしてくれないほど年を取っていた。こんなバカな話があるものか。わしは片目のように赤ギャラ伏せ子にはいかなかったが、それなりに長い冒険の旅をしてきたんだぞ。この丘の猫どもがわしを無視するというなら、わしだってみんなを無視してやるわい。ところでそれにしても、
片目はどうして一匹で戻ってきたんじゃろう。あの気のいい若い猫はどうしたというのかな。占い猫のじいさんはそんなことを考えながら眠ったふりを続けた。片目は下打ちすると歩き始めた。コブだらけの木の上でうたい猫がうっすら片目を開いた。頂上の方へ歩き出した片目を見ると尻尾の先をゆらゆら振った。ここは森、眠り猫の丘、旅猫の帰り来て、帰り見られぬ嘘根の森、たぬき寝入りの森、嘘さむし上の空の猫が、はるばると腹ばい、這いずり腹減らし、戻り来る猫、戻り来ぬ猫。片目はひどく腹を立てていた。くたびれて辺りの草むらで丸くなりたい気持ちがあるのに、ぐんぐん歩いていった。片目の考えでは、よごろうだと肩を並べて七つかまつかに帰る必要があった。そうすれば丘の猫たちは片目の力の大きさを知るだろう。さすが片目だ、若いリーダー猫を無事に連れ戻ったと言うだろう。ところがヨゴローザが一緒でないということは説明できない混乱を生むだろう。なぜ片目は若いリーダー猫を置き去りにしたのか。2匹揃って出発したところを知っている者はそう考えるのが当然の話である。それに対して片目はどう答えればいいのか。やつは自分から垂れ耳の縄張りに残ったのよ。そのうちに戻ってくるはずだ。片目がこの言葉を口にした途端、猫たちは一斉に驚きと怯えと疑いの目を向けるだろう。それだけではない。猫たちは不審の目で片目を眺める。なぜ片目は残らなかったのか。なぜヨゴローザ一人を危険な野良犬の縄張りに残したのか。猫たちは片目をヨゴローザを犠牲にして自分だけ逃げ帰った恐ろしい猫という目で見るだろう。誰がそれをヨゴローザの自分から決めたことだと思うだろう。誰もそんなことは思わない。卑怯で臆病な片目、冷酷で身勝手な片目、猫たちは一匹残らず片目を非難するだろう。そしてこの誤解は片目が説明しようとすればするほど強く大きくなるはずである。うっかりすればこのことだけでこの丘の猫を一つにまとめる計画はバラバラになってしまう。片目は自分の左目の上の傷跡が激しく引きつるのを感じた。ヨゴローザのやつめ、お前のおかげで俺はとんでもない非難を受けるんだぞ。片目はヨゴローザに腹を立て、ヨゴローザを無理やりに連れて戻らなかった自分にも腹を立てていた。片目の腹立ちはそれだけではなかった。赤ゲラフセゴの裏山を走り抜け、七つかまつかの東の坂道に出た時、片目は片目なりに大仕事を果たした気持ちがあった。やっと自分が体を伸ばせる安らかな世界に戻った、そんな思いがあった。丘の猫たちが坂の上にずらりと並んで片目に尻尾を振るということは無理だとしても、誰かそこに片目の代わりを待ち受けている猫がいていいはずだった。しかし片目が坂道を駆け上がった時、そこに見たものは眠りこけている占い猫のじいさんと、いつものようにくだらない言葉をひねり出している歌い猫の姿だった。おんびき宿りの池のじいさまガエルが片目に声をかけてきたが、片目の期待していたものは猫たちの言葉だった。もちろん丘の猫たちが片目を歓迎しようと集まっていれば、ヨゴローザのことで歓迎どころではなくなるだろう。だから誰も猫が出迎えに来ていないのは、今の場合片目にとってはほっとする話でもあった。これでいいのだという思いもあった。それなのにひどく矛盾した話だが、片目は猫たちの出迎えのないことにひどく腹が立った。あれは紛れもなく片目だ。吊るし松の太い枝の上で落とし種が首を伸ばした。落とし種は昼寝から目覚めたばかりだった。頭の中にまだもやもやした奇妙な夢の名残が漂っていた。風に乗って運ばれてきた歌い猫の歌に気づかなかったら、もう一度夢の中に潜り込みたい気持ちだった。落とし種はせかせかと耳をかき、こみ上げてくる不快感に顔をしかめた。なぜ片目が生きて戻れるのだ。引き裂かれて野垂れ死にをしないのだ。
これはどこか間違っている。シャム猫の血統と名誉にかけて言う。片目が生きて戻ってくることは全くでたらめもいいところだ。落とし種は片目とヨゴローザの出発以来繰り返し想像してきた一つの光景を思い浮かべた。バラバラに引きちぎれた片目とヨゴローザの首や足、その周りに集まった猫たちの前で落とし種が別れの言葉を述べている光景だった。これらの猫はあまりにも愚かなる考えのゆえに身を滅ぼしたものである。もしかかる雑種の猫であってもほんのひげの先ほどの知恵があったならばかかる愚かな最後を遂げることはなかった。ここに集まった七つかまつかの皆さんに僕はあえて言わねばならない。それはこの他の指導者にならんがために間違っても犬たちのテリトリーに出かけようとしてはいけないということだ。無謀な冒険の旅は輝かしい名誉を生むものではなく浅はかな死を招くものである。今片目とヨゴローザはこの無残な姿によって僕たちにそのことを教えてくれた。今後この丘が指導者を必要とするなら愚かな勇気の猫ではなく冷静な血統正しい猫を選ぶべきであろう。さて終わりに一言、二匹の猫よ安らかに土に帰れ。落とし種はその言葉を想像する時のゾクゾクする気分を思い出した。目を閉じるとバラバラにされた片目が見えた。目を開けば子たちの中を歩いてくる片目が見えた。落とし種は目を閉じると少しでもゾクゾクする気分を長引かせようと枝の上に腹ばいになった。最初に片目に声をかけたのはかけごと猫だった。かけごと猫は頂上に抜ける小道の岩陰に長々と寝そべっていた。そこを通り過ぎるとあとは鶴始末を中心にした赤土の緩い斜面だった。太陽の光を遮るもののない落とし種の縄張りは白く乾いてひび割れていた。猫ばば様、これは夢かまことか表か裏かお決めになるのはあなただけ。かけごと猫は眠そうな顔をして立ち上がった。いつもならいきなり走り出して木の葉に飛びつくところを大きなあくびをすると目の前の草花に息を吹きかけた。格好わざみの紫の花が小さく細い糸のような花を震わせた。おや、落ちないの。ということは片目、あんたは夢ではなく本当に戻ってきたということだな。かけごと猫は伸びを繰り返すとやっと目覚めたように片目に視線を合わせた。どうだったね、赤ゲラフセゴは。あんたがね、すぐに戻ってこないのでこの丘の猫はみんな俺のところへやってきたのよ。あんたがもう戻ってこないにかけたのが黒ひげとオルドロボだな。オグライと招き猫は戻ってくるにかけた。しかし後の猫はダメだね。猫ババ様を信じていないんだから遅れているよ。片目は目を尖らせた。おい、学者猫がどこにいるか知らないか。最も遅れている猫だな。なるほど、そいつがどこにいるかだな。あ、待てよ、俺がそのことを知っているのかいないのか。かけごと猫は走り出した。片目が前を遮った。かけごと猫は片目を避けようとして岩に自分の鼻を叩きつけた。かけごと猫、俺もな、最も遅れている猫の一匹よ。お前のような猫はその岩でもかじってな。片目が学者猫を見つけたのは猫の爪立たずと呼ばれる岩場の近くだった。片目は印松の上に体を伸ばしている落とし種を左に見て木立の間を東から北にくぐり抜けた。片目はイライラしていた。一体何のためにオリアヨゴローザが針金や垂れ耳の縄張りまで出かけていったんだ。この丘の猫どもは俺が戻ってこようが戻ってこまいがまるで関係ないような顔している。いいか、こんなことで物事は済まないんだぞ。お前たち、こういうのんびりした暮らしは長続きするもんじゃないんだ。今に尻尾を太くしてうずくまらなきゃいけない時が来る。そうなってからだ遅いんだ。お前たち、俺を出迎えないのはそりゃ勝手だ。しかし俺が戻ってきたからにはこういうだらけた暮らしはおしまいにしてやる。片目はバリバリとはがみした。凶暴な思いが頭の中を走った。片目をさらに激怒させたのは学者猫だった。
学者猫は片目の頭の中で他の猫とは全く違った特別な位置を占めていた。およそこの他の猫たちの繰り返す愚かな行動を学者猫が取るとは考えられないことだった。常に冷静で、すでにひどい立場から猫の暮らしを考える猫こそ学者猫だった。しかし岩場のそばの草むらに水引き草を抱え込むようにして体を伏せている学者猫を見たとき、片目はぎょっとしたように息を詰めた。それは間違いなくオス猫がメス猫に心を奪われた時の頭に血が昇った姿勢だった。学者猫は体全体で大きな息を繰り返し、目を一点に集中していた。片目が近づいたことも全く目に入らない様子だった。片目は学者猫の視線をたどってすぐに相手の猫を見つけた。学者猫からほんの二飛びか三飛び離れた無垢の葉陰に丸く盛り上がった黒い毛並みが光っていた。招き猫め、片目はうめいた。招き猫は片目に気づいていながら学者猫を誘うことをやめなかった。学者猫に向かってすらりと伸ばした体を呼びかけるように震わせていた。腹ばったまま草むらを這うと、時々学者猫の反応を確かめるように後ろに首を回した。学者猫はその度にひどい声を絞り出した。しゃがれた押しつぶしたその声が片目をぞっとさせた。これじゃ崩れ猫だ。片目は歯ぎしりした。おい学者猫、片目だ、返事をしろ。お前のような猫がどうしてあんなインチキなメス猫に行かれてしまうんだ。学者猫の代わりに招き猫は振り向いた。私の魅力が学者猫にはよくわかるのよ。わかるかしら片目、あんたにはね、行かれたメス猫にしか見えないだろうがね、頭のいい立派なオス猫には私が女王猫に見えるのよ。そうだわね。招き猫はきらりと目を光らせると腰を一つ振った。学者猫が死にそうな声を出した。片目は歯をむき出すと招き猫を睨んだ。お前はこの丘のどの猫にもそんな風に誘いをかけた。お前にはメス猫としての誇りも自尊心もないんだ。お前はオス猫をたぶらかすことがそれほど楽しいのか。おや言うじゃないの片目、あんただって私のこの黒い体を見て息を詰まらせた猫じゃないの。お願いだ招き猫、俺はお前を愛している。そう言って私の後をつけ回したのは誰かしら。黙れ。片目は爪をむき出して足元の土をかいた。昔の話を持ち出しても俺は引き裂からないぞ。俺はバカだったからお前のそのデタラメな誘いがわからなかったんだ。そうなの、あんたはバカだから私をつけ回したの。それじゃ今の学者猫もあんたの昔そっくりにバカだというわけね。何？片目は招き猫に飛びかかりそうになった。待ってくれ。その時かすれた低い声を絞り出したのは学者猫だった。片目、招き猫を責めるのはやめてくれ。あの猫はどこも悪くないんだ。あんたは間違っている。もし悪いというのならこの僕の方だ。僕が招き猫に声をかけた。いや、これはいいとか悪いという問題じゃない。僕は声をかけずにはいられなかったし、それは猫として当然のことだったんだ。片目は驚いたように目をしばやたいた。学者猫、お前は俺たちと違うんだぞ。これまでお前が誰かメス猫に心を動かすってことが一度でもあったか。なかっただろう。それを今になってお前はこの他のぐうたら猫と同じことをやろうというんか。片目、これはぐうたらとか利口とかそんなことに全く関係ないんだ。学者猫がそこまで言ったとき、招き猫がひょいっと体を揺すった。途端に学者猫は奇妙なうめき声を上げた。招き猫は僕をしびれさせる。片目分かってくれ。僕は今まで普通の猫なら誰でも経験する愛の目覚めを全く知らないで来たのだ。あんただっておろし種だって、この丘の猫はみんな愛に目覚めて一人前になった。それなのに僕は。招き猫はからかうように尻尾をまっすぐ立て左右に振った。学者猫はびっくりと体を震わせた。それなのに僕は、そういうことさえ気づかないバカな猫だったのだ。つまりだ片目、僕はやっとみんなと同じになったんだ。片目は学者猫に近づくとその前に立ちはだかった。お前は招き猫に騙されているんだ。あいつはお前なんか愛していない。いいか、からかっているだけなんだ。いや、あの猫は全てのオス猫を引きつけて自分で自分にうっとりしているだけなんだぞ。おい、お前にはそれがわからないのか。片目、学者猫は片目の体を押しのけるようにして前に出た。目を引きつらせると招き猫の姿を追い求めた。あんたが何と言おうと
僕は招き猫が好きなんだ。たとえ招き猫が僕はお金かっているんだとしても僕はいいんだ。片目はいきなり前足で学者猫の鼻をぶん殴った。学者猫は体を縮めたがうっとりした表情はそのままだった。はあ片目、僕にも分かったよ。誰かを愛するということはこんなにも鼻の先が痛むことなんだな。片目は体を翻すと招き猫に近づいた。気合うせろ、お前のおかげで学者猫はメタメタになった。おや、そうじゃなく、あんたの企みがメタメタになったんじゃないのかしら。招き猫はしなやかに尻尾を振った。学者猫がまたうめいた。片目は爪をむき出すと招き猫を斜めに殴りつけた。招き猫は左と体をからわした。あら、やっぱし本当のこと言われるとあんたらって腹を立てるのね。招き猫は片目の次の攻撃も避けた。片目、あんたは変わったわね。誰かを愛するということなんか忘れてしまったようね。あんたの中にあるのは企みばかり。どうしてあんたはそんなつまらない猫になったのかしら。あんたの心は枯葉のようにカサカサね。でもあんたがそんな猫になるのは自分でそう決めたことだから仕方ないとしても、他の猫まで巻き込むことはないんじゃないかしら。そこにいる学者猫はあんたの道具じゃないのよ。ごく普通の私たちと同じ猫。誰かを愛し誰かに愛されて自分の安らかな暮らしを作る権利を持っている猫なのよ。それをあなたったら、愛はダメ、お前は考えるだけでいいと言うんだから。招き猫の言葉が続いている間中、学者猫は体を震わせていた。片目もまた学者猫とは違った意味で髭を震わせていた。招き猫はいつでも逃げ出せる姿勢で片目に続けた。私の言ってるのは学者猫のことだけじゃないのよ。あんたの引っ張り込んだあの若い猫、ヨゴローザだってそうなのよ。あんたはあの猫を自分の手足くらいにしか考えていない。だから平気で危険な赤ゲラウセゴにやってしまうのよ。それだけじゃない。あんたはこうして戻ってきたのに、あの猫は姿を見せない。まさか片目、あんたはあの猫を置き去りにしてきたんじゃないでしょうね。片目は最後のその言葉にカッとした。一番気にしていることがヨゴローザのことだった。そう思われるだろうということと、それを口に出して言われることでは大きな違いがある。胃袋のあたりがキリリとうずいた。片目は気持ちを混乱させると説明のつかない怒りに毛を逆立てた。黙れ、出任せ猫。いきなり招き猫めがけて踊りかかった。やめてくれ片目。学者猫は片目に飛びついた。片目は学者猫に尻尾を噛みつかれ体をのけぞらせた。その隙に招き猫はひらりと草むらに飛び込んだ。学者猫さん、じゃあまたね。招き猫は尻尾を振ると黒い艶やかな体をゆすりながら小出しの間に消えた。片目は学者猫を振りほどき、その潤んだ目をにらみつけた。やり場のない腹立たしさが片目の体を駆け抜けた。片目は爪をむき出すと学者猫の丸くはげた頭の真ん中に力任せの一撃を加えた。学者猫は飛び上がった。その悲鳴は七つかまつかの猫たちを昼寝から呼び覚ますに十分な凄まじさだった。片目帰るのニュースは夕方までに七つかまつかの猫たちの間を駆け巡った。もちろんそれと一緒に片目の最も気にしていることも伝わっていった。俺たちがリーダーに選んだヨゴローザは戻っていない。日が沈むと猫たちは示し合わせたようにツルシマスの周りに集まってきた。七つかまつかの上に月がかかり、その光が青白く猫たちを浮かび上がらせた。落とし種はそわそわと太い枝の上を歩き回った。裁判だ、片目を裁判にかけろ。落とし種は興奮して時々枝から落ちそうになった。いいか君たち、片目は明らかに犯罪を犯している。僕の見るところではリーダー行きということだ。リーダー行き？あの若造の猫が生きているならどうして犯罪なんだ。黒ひげがひげをはじいた。落とし種、だいたいお前は物事をひち難しく言いすぎるぜ。ほらお前の口の利き方を聞いていると背中のあたりがムズムズしてくる。生きというのは生きているということじゃない。おっぽり出してきた、捨ててきた、構わずに残してきたということだ。君たちこれくらいのことを知らないでどうして裁判ができる。落とし種が口を尖らせると
大泥棒が口を挟んだ。バカバカしいぞ。裁判なんてお前一人でやっていな。俺たちは片目を呼んで話を聞けば済むことよ。そうだ、そんな暇があるなら猫ババ様に聞け。かけごと猫は今にも走り出しそうな姿勢をとった。しかし誰もかけごと猫の言葉に耳を貸そうとしないので、くしゃくしゃに顔をゆがめた。裁判も猫ババ様も時代遅れじゃ。占い猫のじいさんが前に出た。お前たちそういう複雑な問題はわしの意見を聞けばすぐに解決する。わしは伊達に年を送った猫じゃないぞ。そうだ、じいさんは俺の嘘をこっそり食ったぞ。謎かけ猫が叫んだ。俺がどうぞと言わないのに俺のいない寝場所に来てどうもと言ってじいさんは俺の餌を食ったということはどういうことかわかるかな。占い猫のじいさんは慌てて目をしょぼしょぼさせた。わしはどうもと言っただけじゃないぞ。はい、いただきますとも言ったんじゃ本当だぞ。しかし占い猫のじいさんは無視されてすごすご後ろに下がった。はあ、私死にそう。あんたたちどうしてそんな勝手なことばかり言ってるのねえ大ぐらい。それから笑い猫、あんたたち片目のために何とか言ったらどうなの。嘆き猫が周りを見回した。今夜どうして私たちここに集まってきたの。私はね、てっきりみんなが片目の歓迎会をすると思ったからこそ体の毛をなでつけてやってきたんじゃないの。それなのにあんたたちと言ったら片目を非難しているだけなんて、それじゃあんまりだと誰も思わないの。片目はね、あれで私たちのやれないことをやってのけたんじゃないの。ヨゴローザが一緒に戻ってこなかったとしてもそれにはきっと何か事情があるはずよ。それを聞かないでどうして裁判だなんて言うの。嘆き猫は自分の言葉にほろりとすると今にも涙をこぼしそうになった。大ぐらいが体をすり寄せて嘆き猫を慰めた。笑い猫がもらい泣きしそうに目をしばたいた。ケツを取ろう、ケツを。何を決めるのか知らないけれど、それは猫ばば様の決めることだ。落とし種とかけごと猫が言い争いを始めた時、暗闇に包まれた小出しの間から歌い猫の声がした。あ、今宵は楽しい、楽しいではないか、久しぶりの猫なで声で猫いびりができるのだ。なぜだ、何故、何のため、何が何でも謎遊び、なぜか戻らぬ旅猫の謎、また謎をなぞりつつ、ああ楽しいではないか、今宵月夜の猫いびりは。学者猫はその歌を木立の奥で聞いていた。学者猫は招き猫を探して暗闇をさまよっていた。そして片目は宝物殿の片隅で魚の干物をかじりながら時々思い出したように傷跡を震わせていた。